フェリス女学院中学校、高等学校は、神奈川県横浜市中区山手町に所在する、私立女子中学校、高等学校。完全中高一貫校で、高等学校からの生徒募集はしていない。開国間もない明治初期、日本女子の教育の必要性を痛感した、米国改革派協会が、婦人伝道士、メアリー・エディ・キラーを派遣し創設した。 女子学院と並びキリスト教に基づく日本最古の女子校の一つ。神奈川市立女子5三屋の一つに数えられ、横浜山手の歴史的景観地区の一角を占めている。中高校舎1号館は横浜市の第3回横浜人、町、デザイン賞、町並み景観部門に選定されている。新約聖書フィリピピの神徒への手紙第2章4節 命名自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。から取られた、他者のために、を、学校のモットーとし、次に掲げる三つの方針が、教育方針として挙げられる。キリスト教主義学問の尊重誠の自由の、追求学習指導要領に準拠しつつ、独自の教育方針並びに、中高一貫教育の観点から、特色ある、教育課程を編成している。 2018年度の大学合格者数は、東京大学が13名、慶応義塾大学が62名、早稲田大学が73名、上智大学が29名などである。夏服、冬服ともにセーラー服である。夏服は、水色のセーラーカラーに、黒のリボン。それに対して、冬服は、紺色のセーラーカラーに、エンジン色のリボン。左肩には、交渉が刺繍され。 カフス部分の線は斜めに3本入っている。セーラーの下にアンダーベストを着用する。制服制定以来、このデザインはほとんど変わってはいない。他に、暑さ対策として制定された純制服もあるが、購入、着用は任意である。2月1日に、中学入試を実施するが、プロテスタントの学校であるため、サンデーショックの年は2月2日になる。 募集人数は180名。試験内容は、国語、算数、理科、社会の、計4科目の筆記試験、受験生のみ4人でのグループ面接による、人物考査による、50音順。ありがとうございます。